皆さんこんばんは。こんばんは。第392回どんどん夢が叶うメディカスでございます、今回のゲスト、素敵なゲストをお招きしておりますが、ゲストの紹介の前にですね、いつものようにですね、オープニング流したいと思いますけども、ここ一緒にですね、オープニングやったんですよ。これちょっと私練習してきたんですよね。俺ここ見てるからね、もうね、ゲストと私のね最初の共同作業ということでね、はい、はい、ついに海野さんは右手で、私は左手でね、はい、メディカツスタートでいきたいと思いますね、はい、いきますよ、はい、メディカツスタート。ときめき忘れていないかい、思い出してよ無邪気で素直なあの時を。立ち上がるよ何度でも、明日へ Let's try again。 Goodbye your 秋だ Yesterday、 Hello 負けない Brand new day、 見つけられるさ君だけの道、世界へ飛び出そう翼広げ、ということで第392回どんどん夢が叶うメディカス、本日のゲスト、役者のトレーナーの海野美穂さんです。よろしくお願いいたします。海野美穂です。皆さんよろしくお願いいたします。もうね、海野さんはもう役者のトレーナーというかね、この肩書き通り役者をねされてた、ね、そうなんです。もともとやってました、はいはい、だからね声が通る通るもう本当にね、はっきり聞こえてると思いますけども、今日もね、まあ始まる、ね、海野さんにお話を聞く前に、このメディカスをねちょっと初めて今日も見てる方もいらっしゃるかもしれませんので、ちょっと、お話しさせていただきますと、このメディカスはですね2010年の5月から始まりまして、インターネットテレビ対談番組なんですね、私が会いたい人、もっと話したい人、その方をゲストにお招きして、1時間の対談番組、2010年の5月から始めまして、毎週毎週続いて、今年で丸7年8年目に入りましたね。すごいですよ。ありがとうございます。本当に392回で、来年の1月はね400回を迎えるということでね、記念ですね。そうなんですよ。そしてなんと2020年には500回を迎える。いやー、500回、さすが役者です。役者やのって役者やのもう本当にこのリアクションがたまらないですだね、まあそこまでね続くかどうか分かりませんけど、続きますよ、続きますよね。ありがとうございます。それでね、まあ私が続けてきたことで、はい、私の夢がたくさん叶ってきたんですけども、そのうちの一つが、うん、昔から憧れていた方にゲストに出ていただけることができたわけですよ、うん、例えば何でも鑑定団でおなじみのおもちゃの鑑定士北原照久さん、歌手の岩崎宏美さん、好きなんですよね。大好きなんですよ、岩崎宏美さんが、ね、素敵ですよ、宏美さん。カラオケで歌っちゃうぐらい好き、ね、で、あとは異邦人でおなじみの久保田早紀さんとかね、ミスターサマータイムの、ね、サーカスの皆さんとか、いや好きです ね、あと桑田靖子さんとかね、あとシンガーソングライターの、ウイスキーはお好きでしょって曲で有名な杉正道さん、うん、そして、鈴木雄大さん、あとは元巨人の篠塚さんとか、漫画家の川口海二さんとか、役者のトレーナーの海野美穂さんとかね、そういう方々をねゲストにお招きして、お届けしておりますけれども、この
メディカス大きな特徴はですね、やはり皆さんから視聴者の皆さんからコメントをいただく、そのコメントを読み上げることでリアルタイムコミュニケーションが取れるということで、私たちの、ね、距離がぐっと一気に縮まるという、この楽しみを皆さんに楽しんでいただきたいんですね。ですのでぜひですね、今までコメントしたことないという方もですね、まあ、Facebook でコメントしてください。そして Ustream のチャット、誰でもコメントできます、コメントしていただけたらというふうに思ってますんでね、よろしくお願いします。そしてですね、今日うんのさんからいろいろお話これから聞きますけども、あ、これいいお話だな、これ楽しいなと思ったら、ぜひですね、超いいね、ね、ハートマークの超いいねこれを押していただくとね、盛り上がります、テンション上がりますね。上がりますよ、嬉しい嬉しいということでぜひね、超いいねのねボタンをいただく、ただただただ連打をしていただくとね、テンション上がりますんでよろしくお願いします。お願いします。そして、あ、来たよ来たよ、ほら、わわわわわ、来た来た来た、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます、すごいいっぱいねテンション上がりました。そして、コメントね、うんのさんにぜひ聞きたいこと、そしてメディカスの感想なんかをねお寄せいただけたらと思います。そして大事なこと、一番大事なこと、シェアをシェアシェアお願いします。あ、シェアを、あ、はい、じゃあ、はい、プレゼント、今ですねシェア対象、あ、あのシェア、あ、シェアをしていただけたらご自身で、あ、シェアですね、ごめんなさい、私がシェアそうそう、ね、失礼いたしました。私のところを見て、はい、そうそう、その一番上の、あ、俺シェアしてなかったの、ごめん、ちょっと今皆さんシェアタイムをね、シェアタイムシェアしてください、よろしくお願いしま す, お願いします。私も今ねシェアしますんでね、ちょっとここからシェアタイムしますんで、ぜひ皆さん今、シェアをですねお願いします。私も今シェアをしました。はい、更新していただくと出てくると思いますけどね、一度下に、はい、あ、上ですね、そう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 、うん、それと出てくると思いますけども、そうですね、あ、出ました、それのシェアを、ね、はい、はい、シェアタイムでございますよ、皆さんぜひですね、はい、シェアをお願いしたいと思います。見つからなかったらですね、スマホの方で見つからなかったらですね、ニュースフィード、メディカスで検索していただくと一番上に出てくるかもしれませんのでですね、はい、一度検索してから、その見つけていただけたらと思いますんでね、よろしくお願いします。お願いします。なんで ここまでシェアをお願いしますかと言いますと、なんとシェアをしてくれた方の中から抽選で2名、今日は2名ですよ、2名の方になんとこちらの運野さんから素敵なプレゼントあるということなんですけども、はい、もう先にねですね、今日はねちょっとプレゼントご紹介しちゃいましょうかね、はい、しちゃいましょう、はい、はい、プレゼントはこちらです、はい、ちょっと待って、ちょっと待ってね、カメラ説得ですかね、あ、はい、こちら、こっちから、はい、はい、これは何でしょう、これブックカバーです、はい、はい、おそらくあのメディカツを見てらっしゃる方は本がお好きな方が多いのかなと思いましたので、はい、はい、男女どちらでも使えるブックカバー、柄を選んでね、はい、はい、それとクリスマスがもうすぐなので、はいはい、そこにクリスマスカード書いて、おクリスマスプレゼントとして、すごい、もう送らせていただきます、今日ね誰が当たるかもう分かるので、はい、その人のお名前を入れてね、はい、もうそうです、はい、お手紙書きます、はい、ということでこちら2名の方に、ね、はい、クリスマスプレゼントということで、シェア対象当たりますんでね、ぜひですね、気張って皆さんシェアしてください、ね、はい、お願いいたします、でその時にね、公開設定をね友達のみとかにしないで、あのシェアした後でいいですから公開にしてもらえると私もね見つけやすいんでね、よろしくお願いしますね、お願いいたします、はい、さあ、皆さんシェアできましたか、え、はい、ね、いいですねこれ、皆さんシェアできましたか、あ、いいですね、さすが役者やの、ということで、ね、さあ皆さんからねコメント来てるので早速ねご紹介したいと思いますよ、はい、すごいいっぱい、ジュンさんがいらっしゃる、あ、本当ですか、ちょっと待ってください、ね、杉さんから、あ、ここでんだね、あ、上山さんね、兵庫一の美女ね、兵庫、はい、兵庫一水越さんに、美女美女と言われている上山のり子ですね、ありがとうございます、ありがとうございます、山永さん、海野さん、あ、海野さん誕生月ですので、はい、遅ればせながらおめでとうございます、ありがとうございます、え、な、何日だったんですか、8日です、8、11月、はい、11月8日、8日、
こんなこと聞いたらいけないんですか？どんどん聞いてください。おいくつになられたんですか？ちょうど30歳になりました。もう、ね、若い。30歳ですよ、これから。嬉しいですね。何でもできますね。何でもそうです。ここからですよ。30からですよ。もうとにかく僕が夢が いろいろ叶い出したのは50過ぎてからです。あ、そうなんですか。そうなんですよ。もうだから何でもできますね。はい、楽しみです。米谷さん、兵庫ね、兵庫一美女ののりこさん、こんばんは。あ、ね、いいですね。コメントでこう交流も、ね、そうそうそうね、できるっていう。笠原さん、やはり美女の集うメリカス、ありがとう。上山さん、兵庫一いじられております。もっと言ってって言ってますね。はい、もっと言って。大杉淳さん、ね、うんのちゃん、うんのちゃん待ってました。あ、嬉しい。淳さん、ありがとうございます。淳さん、ありがとうございます。またね、ダフで一緒にね、お世話になると思います。よろしくお願いします。亀さん、第392回どんどん夢からメリカス、おめでとうございます。水越さん、うんのさん、こんばんは。こんばんは。神戸、あ、じゃなくて、神戸と書いて、神戸と呼びます、うん。かっこいいですね。神戸と書いて、名古屋にお住まい。ちょっと、なんですよ。面白いですね。はい。神戸さんね。神戸さん、名古屋にお住まい。はい。浜里さん、オープニングの歌、元気になれるからお気に入りです。CD 買いたいです。どこで手に入りますか？ Amazon で、お買い求めいただけます。ありがとうございます。ポチッとですね。まあ、Amazon で今ですね、購入できます。メディカスバンドで検索していただくとですね、出てきますので、ね、もう嬉しいな、そう言っていただけるとね。もしかしたら今日ね、私の生歌も出るかもしれませんのでね。ギターありますからね。あららら、はい。あ、竹内さんですか？竹、あ、竹さん、はい、ありがとうございます。竹さん、ありがとう。うんのちゃん、見てますよ。やった。あ、お友達。あ、あの企業塾の仲間で先輩でもある。なるほど、竹ちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。竹ちゃんなんて気がつけ呼んでますけど、すいませんね。フィットネストレーナーの。あー、はい、そうなんですね。ありがとうございます。あ、津田谷ひろこさんね、うんのさん、水越先生、こんばんは、拝見してます。ありがとうございます。あの、さっきスマホでこういうメディカスみたいなのできますよってお話したじゃないですか。はい。それFLTV っていう名前で今やってるんですよ。じゃあスマホで配信されてるんですか？ Facebook ライブ TV すごい。でそれの1期生のですね、津田谷ひろこさん、福岡にいながら私と一緒も会わずに講座を受けて覚えてくれたという。ありゃ、オンラインで。じゃあ本当にオンラインで覚えて、もう十何回も配信してます。毎週配信してますからね。すごい。もうね、始めたばっかりですよ、まだ。それなりにもう来年の3月までゲストが待ってるというね。素晴らしいですよ、本当にね。ありがとうございます。あ、ヨネヤさん早いね。浜里さん、こちらで入手可能ですって、私のメディカスバンドのリンクを貼ってくれましたね、うん。ありがとうございます。ありがとうございます。生田さん、1000回行きましょうね、頑張ります。うん。浜田浩二さん、浜ちゃんだ。はい。うのちゃん、見てます。ありがとうございます、ね、嬉しい。ありがとうございます。ヨネヤさん、うんのさんは僕相方のようにお見受けしますが、岩崎宏美さんに反応なされた。そこなんですよ。大好き大好き大好き。知らないもんね、だって、はい。なんでなんだろう、何がきっかけだったの。私多分紅白歌合戦で、あの、あ、ヘリコプターに乗ってマドンナを歌っていた。知らねえな、そうなの。シーンがあったと思うんですよね。まあ、あとは宏美さんに聞けば分かるかもしれない。テレビでやっぱよく。なるほど、はい。まあ、やっぱ紅白歌合戦もそこで知るってことあるね、はい。なるほど。池上さん、ひろみさんのファンなんて一気に親近感湧きます。そこにある写真集見せてもらってください。あそこに あるやつね。気になってたんですよ。あれね、あの近くでコンサートがあって、今年なんですけどね、そこに行きまして、この池上さんって方が、はい、あの親衛隊の方なんですよ。で私そ あのお誘いを受けて。あ、そうだったんですか。彼がですね、あの写真集をコンサート会場で買うと、はい、サインをもらえるわけですよ、目の前で。そしたらなんと池上さんがですね、私のために、はい、水越さんいつもお世話になってるかって写真集を買ってくれたんです。で僕はひろみさんからサインをもらって、うわ、その時にひろみさんも、ね、もうメディカスでもうあれしてますからね。そうです、一気に手に汗かいてきちゃいました私。もうひろみさん本当にね、親しくしてくださいました、ね、本当にありがとうございます。松永さん、シェアいたしました、ありがとうございます。ありがとうございます。純さん、水越さん、うんのちゃん、シェアしましたよ。ありがとうございます。シェア対象当たるかもしれませんよ。ね、あ、みきちゃん、こんばんは。ありがとうございます。19歳の大学生。ありがとうね。たけちゃん、シェアしました。あ、たけさん、ありがとうございます。かんべさん。何これ。何くそ。何くそ。何があっても、苦しいことがあっても、はい、咀嚼して、噛み砕きなさい。なんですね、はい、これ Facebook に書いてますね。そうです、恩師がですね、はい、中学校の頃の恩師が陸上部だったんですけど、はい、陸上部の合言葉で、
陸上部のトラック 400m のトラックの第3コーナーは一番辛いから、そこで全員応援しようと、そして走ってる人間は何クソと踏ん張って最後まで走り抜きなさいって教えてくれて、走り抜きなさいと、はい、なるほどね、陸上部でした。な、何が得意だったんですか？短距離、短距離、幅跳びですね。幅跳び、はい、運動大好きだったんで。今でも、今はどうしましょう、してないですね。してないですね。はい、浜田さん、米内さん、あのね、はい、米内さんありがとうございます。宇野さん明るく元気で爽やか、素敵な方ですね。どんなお話が聞けるかワクワク。ワクワク、ね、ありがとうございます。淳さん本大好きです。あ、そう、淳さんは ね、毎日本を書評を書評を書かれて、ね、村井さんわしは本の虫です。米内さんありがとう、明日ちょうだいね。もう当たった気でいますから ね面白いですね。笠原さん素敵なクリスマスプレゼント本当ですよね。米内さん、宇野さん、シアター賞ありがとうございましたと言っておく、みんな同じこと言ってますね。ミキさんね、噂の神戸さんだね、あ、山根さんも本好きです。やっぱり多いね、そんな気がしたんですよね。そういうのをね知っててね、シアター賞用意してくれたんですよ。嬉しいですね。上山さんプレゼント素敵ですね。ね、あ、嬉しい。あ、高さんありがとう。高さんは今カナダ。え、カナダですか？はい、だからおはようございますなんですよ。あ、おはようございます、ね。ほら、あ、こんばんはだ、高さん。あ、こんばんは、おはようございます、ね。カナダからありがとうございます。ありがとうございます。ひろこさんシェアしました、ありがとう。ありがとうございます。メディカス戦会はこれから毎週休まず火曜日やるとすると2029年、数えてくださった。ちょっと待って、2029年、今2017年なので、あと12年、はい、あ、一回りですね、ちょうど江戸がもうこれ聞かなきゃよかったかもしれないけど、ヨネちゃんありがとうね。すごい、はい、秀逸な小芝居が止まらないこれね、これね、はい、はい、もうすごいなコメント今日。嬉しいです、ありがとうございます。みきちゃん、あ、水越先生、アベバ TV あまり見えずごめんなさい、ちょうど食事の時間でした。大丈夫ですよ、うちの息子はね、先日日曜はじゃなくて日曜日、アベバ TV に無事ね生放送、日曜日、あ、じゃあ土曜日だ、生放送出ることができました、ありがとうございます。すごいですね、アベマ TV はね、あんまいいや、ということで川原さん、川原由美子さん、チャンティックマニス、ね、チャンティックマニスっていう横浜の中華街のそばにある和カフェ、和カフェ、はい、もうまだ始めて4ヶ月なんだけども、美味しいの、なんのスイーツが美味しい、食事が美味しい。スイーツ美味しいんですか？スイーツ美味しい。あ、嬉しい。僕スイーツ大好きなんですよ。私も大好きなんですよ。もうダイエットはどっか行っちゃうぐらい好き。いやいや、もうぜひね、あの中華街のそばのにあるね、チャンティックマニスっていうところでぜひ行ってみてくださいね。河原さんね、若いってそれだけで素敵ですね。本当そう思いますよ。ありがとうございます。あ、辻ひとみさん、いつもありがとうございます。今から、はい、参加させていただきます。ありがとうございます。ぜひシェアをね忘れずにしてくださいね。はい、シェア対象当たりますか？当たるかもしれませんよ。当たるかも。上山さん、水越さん違うでしょうと、いや、そうですよ、はい、何かよく分かりますけど川上さん、ね、あ、紹介ありがとうございますってね、あ、米内さんね、僕の FLTV ビジネスセミナーね、ありがとうございます。あ、ね、ちょっと待って電話がかかってきちゃったですね、どこ、あ、津田田ひろこさん、ご紹介ありがとうございます。うんのさん、リアクション嬉しいです。いいや、あい、あ、富山の相葉さんだよね、これね、相葉さんだと思います。初めて見ます、はい、富山の相葉です。富山、もうね、富山最高ですよ、本当に、本当にね、私も富山のね、うん、あ、そうそうそう、朝活のセミナー、はい、朝活富山、私も朝活富山行かせていただきましたけども、うん、富山本当にね、美味しいものいっぱいあるし ね素敵ですよね。上山さん、ひろみさんのマドンナ、いい曲です、いい歌です、ね、大好き、大好きですね。ね、相葉さん、僕もそっちに出てみたいですってね。いつでもね遊びに来ていただく、ギャラリーとしてね来ていただくのもできますしね。はい、みきちゃん、ちょうど明日のゼミで授業の内容を発表するのは私の番で、資料作っていたらこんな時間にこれから帰宅に向かいます、帰宅途中に。ひろこさん、米内さん、あ、え、マジ、ひろこさん、米内さんの貼ってくれたところからメディカスバンドの CD 今購入しました。すごい早い早いまあ、そうだな、もうね、ちょいのボタン来てますよ、ちょいのボタン、ありがとうございます。笑いボタンも面白いですね。あ、そうね、あ、受けてるね、受けてるボタン、はい、あ、みきちゃん、私は今石川先生の本読んでます、まもなく丸山先生の本食べてです。石川先生って和夫ちゃん、和夫先生知ってるんですなんか駅で会ったりだとか、なぜかすごくよく会う駅で会う、池袋駅でばったりって、
か、ううセミナールーム隣とか、へ本当に石川先生よか。なるほどね、はい、あ、辻さんね、脳トレ良いですね、シェアさせていただきます、ね、ます、これからね役者のトレーナーの話じっくりしますからね、エクセルで求め、ああなるほど、エクセル1000回目はねエクセルの先生なんですよ、米谷さん。だからパッと数字を出してくださったんですね。すぐそれ PR いいね、その PR いきましょう、これからね。ヤブナガさん、私は本は好きな方です、しかもおじさんに文庫という方がいらっしゃいますので、その息子さん出版社勤め、出版社勤めというご縁です。なるほど、いろんなねご縁があるもんですね、本好きなのね。あ、シェアね、神さんシェアありがとう。 あ、なるほどね、富山で、せんべい売ってます、おせんべい、今度やり方教えてください。私のですね、今度、まず無料のメルマガをね登録していただくと、いろいろ分かると思いますんでね、無料、また今度リンクします。あ、多分ヨネヤさんこの後リンクしてくれると思うんでそっからヨネヤさんすごいですよね、ね、無料オンライン講座、ぜひねよろしくお願いします。ヤブナガさん、あ、そうなんだ、あ、そうね、朝霞と山組たくさん見てられるようですよ、新潟のお隣県ですね、はい、チーム日本海ですから、はい、はい、そうチーム日本、思わぬところで石川和夫先生の名前がね今日が美女ってしてたら途中下車したのに、あ、なるほどね、あ、隣の駅だ、隣の駅だから、はい、家に帰る前にここで降りたそういうことですか、もうそういう男なんですよ、あ、そういう男、そういう男なんですね、素敵です、はい、ということでね、はい、皆さんコメントを待ってます、で超いいねもねよろしくお願いします、ね、ありがとうございます、あと忘れずにシェアをお願いします、はい、シェアしていただくと今日ね、うんのさんからプレゼントが当たるかもしれない、かもしれない、よろしくお願いします。さあやっとここからもう半分すごいな、今日30分ぐらい、なんか今日延長コースだ、延長コースですね、延長コースですから、はい、さあ、うんのさんですけども、はい、私とうんのさんが初めて会ったのが、山口さんの出版記念パーティー、でんちゃん先生 と、 と、ね、ももさんの、はい、そうです、そこでお会いして、はい、で実はそれは私申し訳ないけどちょっと忘れてたんですけども、うん、その後にダフで、ダフで、そうなんです、再会をして、この間のダフ9、9、9、9、そうですね、ダフ9、参加者として、はい、見に来られてたっていうところ、そこで私名刺交換したんだよね、そうです、そうです、その時にね、うん、僕すごい印象があったの、そうなんですか、まあ、もちろんね可愛いってことはありましたよあったけど美人ってことはあったけど、なんかねやっぱり、いやその時に役者のトレーナーっていうよりも、うん、の名刺っていうよりも、うん、そのやっぱりやり取りがすごいハキハキしてて、はい、すごい印象深かったの、うん、嬉しいです、うん、ありがとうございます。でそれで、あ、僕の頭の中に、あ、いつかメディカスに出てもらいたいなってインプットして、僕はあのメディカスに出ていただきたいという広報の方々の名前をすごい貯めてるんですよ。そうなんですね。でその方々、よくねメディカスに、出演、したいんだけどもっていう話もよく、いただくんですけども、すぐにこう出演っていうのはなかなか OK にならないんですよね。やっぱ先まで決まってるっていうのもありますし、で一応でもね、そういう方は僕全部ね名前をストックしてるんですよ、はい、で Facebook とか見てたりして、うん、あ、すごい今頑張ってるとかね、うん、例えば出版したとか、はい、セミナー頑張ってるとか、いろんな ところでこうパッと触れ、うん、目についた時に、あ、この人今頑張ってる、ちょっと会って話してみたいなと思った時にその方にオファーをしたりということなんですよね、はい、だからメディカスいつか出てみたいですって言われてから、うん、1年後に出られる方もいるし、すぐに出られる方もいるしと、はい、いうことでね、ぜひですね、もしメディカスに出演してみたいなと思ったらね、ぜひお声掛けはいつでもね、お待ちしてますんでね、はい、そう、それで、そう、そので、まあ、オファーをさせていただいたわけなんですが、はい、ありがたいです、本当に、ね、名刺交換して役者のって書かれてましたけども、はい、うん、現在をされてるお仕事というのは、はい、現在スピーチコンサルタントをしてます。スピーチコンサルタント、はい、どういうことをやられるんですか、スピーチコンサルタント。スピーチをですね、ただ普通に喋って読み上げるだけではなく、その人をもう魅力的な人間性が伝わるようにして、なおかつ相手の心をつかむ、引きつけるように、もうその人の存在というんですかね、はあ、を変えていく。だから話し方じゃないんだよね。話し方じゃないんです。違うんです、違うんです、スピーチなんだね。スピーチなんです、はあ、はい、例えばそのどういう方が
こう海野さんのセミナーだったり、はい、講座だったり受けに来たりするの？結構多いのが学校の先生やってらっしゃる方、うん、学校の先生、はい、やっぱり子どもたちに魅力的に映らないと士気が高まらない。いや僕ね、うん、学校の先生っていうのは、うん、例えばその今みたいなスピーチもね、そういうのを勉強した方がいいと思うし、はい、あとコーチングとかね。そうなんですよ、絶対必要だよね。必要だと思いますよ、うん、なんか実際にやってて思いました。だってね、今塾の先生が割とそっち系をね、うん、ちゃんと勉強してるから、はい、本当にね、塾の先生ってね素晴らしいんですよ。今工夫されてますよね、いろいろ勉強されて、そう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 、やっぱ心をつかむ、楽しんでやっぱ勉強を教えないとダメなので、そうそうそう、だからそういう意味で学校の先生が来られたりとか。そうなんです。あとは経営されてる方でやっぱ従業員に向かって話をする時とか、うん、あとはこうスピーチする場がやっぱり多いので、その時に伝わるようにしたいとか、起業家の方だったりとか、うんうんうん、交流会で自己紹介しても引っかからないんですとか、そこをね魅力的にこう伝えるというのは、はい、うん、まあ、話し方よりももっと、うん、ね、こうなんていうの、印象付けるための何かを、はい、教えるっていうことなんだ。そうですね、どうしたらいいかっていうことを、ね、そういうことです。なんか結構スピーチとかっていうと、うん、じゃあまず発声学ばなきゃとか滑舌だとか、すごいそういうところに目が行きがちなんですけど、それって、まあ、ジャッジメントしやすいポイントではあるんですけど、うん、そこだけ良くしたところで、じゃあちゃんと魅力は伝わってるのかってところ。だってね、僕が海野さんと、はい、ね、名刺交換して話して、はい、オファーしたんだもん。あれ数秒ぐらいですよね、言っても。そう、まあ、ってことはやっぱりさすがスピーチ何だっけ、コンサルタント、はい、ってことじゃないですか。ありがとうございます。もうそれ実証してる。だって僕本当にその時に思ったもん。ああ嬉しいです、うん、でこの海野さんにやっぱり皆さんいろいろね教わって、うん、あのスピーチ力、はい、高めてほしいなと思いますけども、ね、この役者のっていうのは、はい、どういうあれなんですか。役者のっていうのはもともと私が役者をやっていたこともあるんですけど、海野さんは役者をやられてたんですよ。いつからやってました。15歳から25歳まで。15歳から、はい、学校、高校とかでやられてたんだ。高校で初めてやりましたね、うん、そこで、まあ、人前苦手だったんですけど、やったら変わるかもと思って。人前苦手だったの？恥ずかしがり屋とか。恥ずかしかったですね。あ、そうなんだ。なんかいい成績取りたくて一生懸命やってはいたんですけど、やっぱドキドキが、うん、動機が止まらないし、なるほど、自由じゃない感じもしてたし、うんうん、でもそれをなんでこう役者やってる子はなんか平気なのかな、すごく疑問だったんですよね、うん、なんであんなに1000人とか2000人の前で輝けるんだろうか、不思議で、ちょっとやってみようかなと思いまして入ったら、うん、まあ、案の定もう人前に出るためのトレーニングばっかりで、うん、最初から台本渡されるわけじゃなくて、うん、やっぱり人前に出るための下準備、土台がないとやっぱり自分が人前に立った時に、まあ、要は上がるっていう表情に悩まされて自由でなくなる、うん、そこに気がついたんです。なるほど、はい、まあ、それからね、役者を、まあ始めて、まあ、大学も行かれて、はい、それから就職したんだっけ。してません。してないんだよこれが。役者で食っていこうと思ったの。そうですね、いつか役者だけで食べられたらいいなっていう、まあ、皆さんねそういうふうに思いますけど、はい、特にあの舞台だもんね。舞台ですから。厳しいわな。あ、お金ないですよね、うん、でなんかやっぱりアルバイトしながら、アルバイト3つぐらい掛け持ちして、3つ掛け持ちしてちゃんと食べられてたの。いや、ほとんど貯金をですね大学時代にしてたので、あ、まあ、それを切り崩しながら、ながらとか。でも役者、舞台役者のやってる時は面白かったの。すっごい楽しかったです。うん、やっぱりいろんな人生を役の中で見られたりとか、ね、できるからね、うん、自分がその当時20代だとしても役によっては本当50代のおばちゃん役をやることもできたりとか、それって演劇の世界だけの醍醐味。なるほどね、はい、まあ、だけどね、なかなか食べていくことができずに、できませんでしたね。そこからどういう方向行ったんですか。それから学校の先生になっちゃったんです。学校の先生。はい。なんで学校の先生やりたかったの。全然です。一番なりたくない職業、学校の先生。なんでそうなっちゃったの。たまたま、まあ、私が怪我をしたということで舞台にもう上がれないよと。で事務所の方もなんかその怪我も結構、あ、膝の皿の骨が割れました。もうハイヒールで踊ることがちょっと厳しくなっちゃったんですよね。水が溜まってしまったりとか。うわ、ちょっともうこれは厳しいなっていうのもあって、うん、
就職をしようと、でスーツも持ってなかったんですけど、もうとにかくハローワークだと思って行ったら、たまたま芸術高校の、あの事務員募集というものがあって、あそうか、だから事務員として入ろうと思ったわけだ。そうです、事務員として入ろうと思った、うん、ただ芸術高校に行くような子供たちだから、私が芸大目指した時のように、そう、気持ちは分かるなとか思って。なるほどね、まあ、そこからまた大変なことになるわけですけども、ちょっとねコメント読ませていただきますよ、はい、あ、みきちゃん、ブックカバーまさか文庫本サイズですか。そうです、文庫本です。はい、ダフナインの会場にいらしてたんですか。ほらやっぱり、そうです、おかしいな、こんなに可愛い女性が会場にいたのに俺としたことが本当だよ、おかしいぞ。矢部永さん、マクロボタンってのがあったような気がしますが、マクロボタ ン、これ何だろう、エクセルのことじゃなくて、何でしょう。神戸さん、役者のトレーナーなら発声練習あえいうえおあおですね、お手の物ですね。こういうのもやるの、役者って。やります。声は毎日鍛えていかないと、どんどん声の圧力って言いますか、下がってきます。発声練習、早口じゃないんでしょ。早口じゃないです、ね、発声練習、はい、響かせないと結局喉を痛めてしまうので、うん、体は楽器、体は楽器、うん、ギターと同じです、うんうん、はい、なるほどね。ありがとうございます。ユナさん、スマホで簡単ビジネス、FLTV ビジネス、無料メルマガ、こちらです。さすがです、さすがユナさんもうヨネさんありがたいわ、本当。村井さん、メディカツ出演者の名簿をストックしていると言ってる割には、俺の名刺はその事務所のゴミ箱の中にあったぞってね、よく分かったね。まあいいや、これは。あ、上山さん、ダフにいらしてたということは、あ、そうだ、私ともあの楽しい空間を共有していたってことですね。そうだ、上山さんもいたんですよ、ダフの方。そう、結構いらっしゃるんですよ、いらっしゃる、ね。今度はね、上山さんは天も来られるということでね、よろしくお願いします。笠原さん、刺さる魅力を伝えるスキル、そういうことですよ。キラン、ひとみさん、相手に伝えることの大切さ、すごく興味があります。あ、嬉しい。つたたんひろこさん、恥ずかしがり屋だったんですね、びっくりです、びっくりするよね、レアですよ。だってその方が役者やってたなんて、まずそこはね。あ、みきちゃん、私は先月学園祭で2人1組のラジオ番組を発表したのですが、2人ともミスを しまして、例えばオープニングトークすっ飛ばすとか、30分の番組予定が20分で終わってしまいました、台本あったのにとね、ありますよね。笠原さん、土台の大切さに気づかされた、ね、よかった、うん。川原由美さん、海野さんは話し方だけではなく中身がとても魅力的だから、お話も興味深いのだと思いました。嬉しい、鋭いコメント、ありがとうございます。いや、でも本当そう思いますよ。嬉しい。みきちゃんね、あうえ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 あラジオ研究部に少しやってましたとね、はい、腹筋とかもしてたんだけどな。あ、まあ腹筋鍛えるのもね、うんうん、大事だよね。ひろこさん、役者のって具体的にどんなことをしますか。役者のって具体的にどんなことをしますかっていうか、その、あ、そうそう、だからね、役者のっていうのはそもそも僕は聞いたことないわけですよ、はい、何役者の、うん、まあ、要はですね、自分自身の魅力をもう外側に出していくトレーニングを、とにかく自分を掘ることと、結局どこに行ったとしても、セミナーだとしても、こういうカメラの前だとしても、うん、自分としてここにいなければ、うん、やっぱり上辺だけになっちゃいますよね、うんうんうん、そのためにはもうそこにいるための自分を作っていくトレーニング、そこにいるための自分を作る、はい、なんかこう本当に発声も活性も大事なんですけれども、うんうんうん、何よりも自分の魅力を分かっていって出せる、うんうん、できればその目の前に相手がどういう人なのかを想定して話ができる、うんうん、なるほど、そうすると刺さるわな。やっぱりこう、例えば目の前が高校生たちだとしたらまた違いますよね、空気変えなきゃいけないじゃないですか、はい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 、そういうところを、要はパフォーマンスをトレーニングしていく。へえ、うん、でそれのトレーニングっていうか、まあ、いわゆる講座、はい、っていうか、そういうのもね、ちゃんと今やられてて、はい、しかも今は
通信でもね。そうなんです、通信教育講座が、通信教育講座もあって、はい、まあ、それ後ほどね お伝えしますけども、はい、1万9000いくらだっけ。あれそうで1万9000ちょっと自分でちょっと外して、まあ2万円弱で、2万円以内です。でその DVD、はい、DVD とこのテキストがよくできてる。そうですね、あの学文社さんという日編のみこちゃんっていう、はいはいはい、はいはい、そこの会社さんなんですけれど、はい、それから出させていただきまして、しかもあの自分から作らせてくださいじゃなくてね、向こうから本当にありがたいことに、ぜひ作りませんかと、はい、本当に嬉しかったです、ね、だからね、この僕もさっきもこのテキストとか見させてもらいましたけども、はい、すごいちゃんとしっかりしてるの、こういうテキスト。本当に助けていただきながら、で DVD にご本人が出てて、はいはい、つまりこれを見てテキストやることによって、はい、役者の、そうです、自宅で表現するトレーニングです。しかもそれ添削もあるんでしょ。添削します。だから自分であの iPhone とかで動画を撮って送ってもらうと添削して、はい、添削ができます。そういうのがついてるって、はい、で1万9000円多分700円だったと思ったけど、200円違う、間違えました。2回添削します。あ、2回添削するのね、はい、っていうのでね、あ、そうそう、これもだからついでだから、あのちょっとリンク僕貼っときますけども、はい、ぜひ皆さんご興味があったら、どれだ、これか、それですね、役者のトーニング、はい、1万9500円でした。あ、ごめんごめん、ごめんなさい、適正の方ですよ、1万9500円ね。これぜひですね、ご興味のある方は、まあ、もちろんご本人が、やる講座もね、はい、あるし、はい、もちろんセミナーもあるので、もうそのセミナーを最初にね受けられてもから、そちらを購入してもよろしいかなと思いますけどね、ついでにあのセミナー情報もね貼っておきますので、ね、ありがとうございます。セミナーはちなみに、はい、今度は今度12月の、16でした、ごめんなさい、16と23日ですね、はい、土曜日になっちゃうんですけれど、はいはいはい、そのセミナー、あ、そうだそうだ、それもあるんだっけ、プレゼ、あ、そうです、ありますだよね、はい、セミナー、はい、お一人の方にですね、3回あるうちのどれか1回だっけ。そうですね、ね、12月3日間よ、はい、あの日程がありますので、日程今わかる、はい、あ、こっち見ればわかるか、あ、そうですね、これセミナーだよね、はい、下に出てるんだっけ。そうですね、これか、はい、12月16日の土曜日の13時半から15時半、はい、12月23日土曜日、これ両方とも土曜日、13時半から15時半、土曜日の昼間ですね、はい、そして1月13日土曜日の13時半から15時半、はい、この3回のうちどれか都合のいい日の1回をですね、1名の方に無料プレゼント、はい、ご招待いたします。ご招待したいと思いますので、はい、興味のある方はね、セミナー参加してみたいと興味のある方はぜひですね、コメントいただけたらなというふうに思いますんでね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、一人の方ね、はい、はい、あ、それとですね、もしも外れたとしても、はい、ね、行くのに興味がすごく終わりだったら、うん、今日と明日、今日はですね2017年の11月の28日ですけども、はい、11月の28、29日の2日間であれば、はい、セミナーに申し込んでメディカツ見たと、うん、一言入れていただければですね、なんと雲野さんから直々のですね60分のオンラインのコンサルをつけたいと思いますので、はい、無料でつけますので、はいはい、これ通常やってないですもんね。やってないです、やってないです。メディカツだけのために、はい、特別に僕がお願いしてやってくださいっていうことでねお願いしましたので、ぜひですねセミナー、今日明日2日間、はい、2017年の11月の28、29の2日間まで申し込んでいただいたらね、セミナーはちなみに、5000円ですね。そうですね、はい、ですけれども申し込んでいただいてメディカス見たというふうに書いていただけたら、はい、オンラインコンサルね1時間つけてくれるそうなので、はい、ぜひですね、お申し込みいただけたらというふうに思います、はい、先ほどねリンクしたセミナーのところから日程とか全部チェックできますんでね、はい、よろしくお願いします。必ずメディカツ見たとね、はい、必ず見たと入れてください、書いてください。そうしないとオンラインコンサルつきませんか、はい、ね、はい、お願いします。お願いします。今日もいっぱいでしょプレゼントね、クリスマス近いんだよね。そう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 ね、はい、ちょっとコメント言いますね。あ、そうそう、だから役者のそういうことなんですよ、はい、響かせないと喉を痛める、体は楽器ね。そうです、
水越先生にも先ほどコメントされた大杉淳さん、石川先生、丸山さんにも会える。ダフダフ、さすがリンク貼ってくれましたよ皆さん。素晴らしいね、すごいですね。みきちゃんシェアしました、ありがとう。ありがとうございます、ね。ひろこさん、そこにいるための自分を出す、目の前の相手によって変化させるんですね、うん、そういうことですね、だからそういうことができるようになるってことですか。そうです、はい。それは、うんのさんのそのセミナーを受けて、はい、講座を受けると、受けると、はい、はい。自分の魅力を知り尽くして届けたい相手に合わせて提供するということですね。山根さん、広告代理店の AE プレゼンテーションに求められるものも役者の方ですね。さすがですね、さすが。だからプレゼンとかもそうだよね。そうなんです、結局同じなんですよね。資料が、まあ、あるかないかの違いだとも思いますし、喋るのはその人ですし、ね、いやでもこれ自分一人じゃなかなかわからないよね、やっぱりこう人にこう教えてもらったりしないと。そうなんですよね、自分のことって本当わからないからね。わからないです、村井さん、お引っ込み思案な僕は役者のを得得しないといけないぞどこが引っ込み思案なんだよ、ね、あ、そうなんですか あ、なるほどね、はい。あ、すごい、うんのさんのね役者のトレーニング講座もねリンクしてくれましたよ皆さん、本当にありがとうございます、ね。あ、直近ではセミナーね、リンク貼ってくれました。あ、みきちゃん1月13日私の誕生日ね、おめでとう。そして20歳になる、20歳、おめでとうございます。1月13日まず先だけどね10年違いなんだ。そうだね、はい。辻ひとみさん、スカイプで個人ボイスレッスンを受けてましたがなかなか自分を表現できずでしたが、うんのさんの通信教育やセミナーにドキドキワクワクです。あ、嬉しい、ありがとうございます。分かるでしょ、このうんのさんからどれだけの指導を受けられるかっていうのはね、なんとなく分かると思いますけども、まあ先ほどの続きでね、はい、高校の事務員として入ろうと思って入ったら、はい、とですよね、うん。そしたら、まあ、面接の段階でですね、事務のつもりで行ったら教えられるって言われたんです、子供たちに。はい、うん。というのもたまたまその教えられてた先生が体調不良で2学期から来られない、うんうん、で授業に空きが出てしまっていて、うん、まあ、こういう講師を見つけるのってすごい大変なんですよね、うんうん、演劇を教える講師っていうのが、うん、なのでできますかと言われてやりますって言っちゃったんですまあそれ言わなきゃねやっぱりね、やったことなかったんですけど、うん、言ってしまったらもうその日のうちに帰り道に合格ってきてあのいつから来れますかとここから大変でしたか。大変でした。子供たちに教えるっていうのはね、すっごく大変でしたね、うん。なんか大人だったらある程度もう分かることがやっぱりまだ知らないっていうこともありますし、何よりも不登校だった子が多かったんです、中学校の頃に。だから人前に出るのも一苦労だし、マスクを取るのが一苦労、多いんです今マスクで自分を隠すっていう、ね、うん、心をまあ悟られたくなかったりとかする子が多くて、それはまあ外せって言って外せるわけじゃないので、少しずつ解放していってあげる。でもそれはまあね、僕なんかから言ったらあれですけども、やっぱ勉強になったんですかね。そうです、本当に。何よりも学んだことを提供するから自分がより学ぼうとしました。あ、はい、貴重な経験だよね。でもね、誰にでもできることじゃないもんね、うん、役者だけやってたってそういうことできないしね。そうですね、うん、いい生徒にも恵まれましたし、いい保護者にも恵まれて。あ、はい、でもね、かなり怖い先生だったらしいですね。そうなんですよね池袋の鬼とか言って言われて想像つかないけどね。1階でふざけんなよな野郎とか言ってたのが3階まで筒抜けになってたりとかまあね、あの一般の人じゃないですよ、ね、そういう子供たち相手にやってるとね、まあそうですね、そうなっちゃいますよね、うん。あ、まあ、スパルタだったとは思います。ね、でも一般の今の講座を受ける人にはそんなことないんですよね、うん、あるかもしれない、あるかもしれないということでね皆さん体験してみてくださいね、ぜひね。まあでも役者ね、役者やってたわけでしょ、はい、でその役者、もちろん役者やるの魅力ってものも分かってるし、はい、それをだけど普通の人たちに役者の、うんうん、できるんですかね。なかなかやっぱり最初は抵抗があると思います。例えば何でもいいんですけど、こう文章を読むときに全部笑いながら読んでみてくださいなんて言うと、まず照れが出てしまって、できないよね、
結局それが遊びっていう部分なんですよ。うん、車で言うとハンドルの遊びがあるように、物事に対して振れ幅があるとすごくギャップが出て面白かったりするんですよね。うんうんうん、でそれが意図的にできるのが表現。なるほどなるほど、はい、意図的にできるかできないかだそうです。結局その場 で、 なんでぶっつけ本番でやってなんとなく良かったは二度とできないんですけ ど、 ど役者とそのやってない方の違いは再現できるかどうか。話していて過去の経験を喋っていてその場で湧き上がる感情ってあるじゃないですか。それを結構抑えちゃう方が多いんですよ。今こんな泣いちゃダメだもそうですし、今笑っちゃダメだみたいな。でもそれを出すことによってこの話し手の心が揺れるから目の前の人も揺れるんです。感情が出せないと結局話は伝わんないんですよ、読んでるだけで。じゃあ文章あげたらいいじゃんっていうことになっちゃうんですよ。だからその海野さんのとこで役者のね、体得して、そして自分が例えばスピーチ、はい、さっきのねあのプレゼンでもそうですし、うん、セミナーでもそうですし学校の先生もそうだけども、うん、もう人たくさんの人たちの前で、はい、いわゆるあの、まあ、役者っていうかな、その人たちに向けて、うん、そういうことができるようになったら強いよね。強みだと思います。うん、もちろんその中には8割練習っていう、もちろん ね、 ね、当たり前なんですけど、すぐにはできないですよね。はい、ただ私が見ている限りお話聞いたりするともう 100% 練習不足が大きいですね。結局その日にちが決まっていて、喋る日にち決まってます。でもじゃあ何喋ろうとかもうそこから分からなくなってしまって、間際になってもうしょうがないこれでいこうダダダダッと作ったものをぶっつけ本番にする、だから結局うまくいかなくてまたダメだった、うん、またダメだったが多いなと思ったので、もう一番最初はとにかく構成の作り方、うん、もう役者うんぬんかんぬんじゃなくて構成を作るっていうところを徹底的にもう何度も何度も5分間ぐらいのスピーチでやっていただいて、結局それが出上がった上で表現が乗っかる。なるほど、台本がないとっていうところですよ ね、 そそうですよね。だからやっぱりもう本当繰り返しだよね。繰り返しです。わ、うん、かるな。それができると例えばこういうライブ番組とかでも台本ないじゃないですか今、うん、でもさっき例えばこうやってやるとか、うん、小芝居なんてね言ってくださったんですけど、そういう空気が読める余裕が出たりとか、そういうのでも役に立つ。なるほどね、どうです皆さん、なんか受けてみたくなったでしょう宇野さんから。だって変わるよ多分。そうです、中が変わってくるんですよね。変わるよね、うん、だから楽しくなってくると思います。人前で話したくなると思う。なると思います。これは楽しいと思うわ、うん、へえ。はい、ということでね、あの皆さんぜひ、まだ終わりませんメディカスね、もう1時間経っちゃいましたけどもね。もう早いでしょ。早いです、まだ延長コースですから今日ね。はい、であのね、たびたびお話ししてますけれども、いいね、超いいねをね押してください。うんのさんのね話がいいなと思ったら超いいね、そしていい、ね、コメントでください。そして大事なことシェアをね、まだ間に合います、はい、シェアしていただいた方の中から今日は2名の方にうんのさんから素敵なプレゼント、こちらですね、はい、ブックカバー、ブックカバー、はい、ね、クリスマスカード、クリスマスカードをつけて、これ逆ですね、あ逆、ごめんなさい、ね、はい、つけてプレゼント、これ2名の方ねしますんでね、はい、よろしくお願いします。そして、セミナーね、先ほど言いましたけども、セミナーはですね今月2017年の12月16日の土曜日13時半から15時半、はい、12月23日土曜日13時半から15時半、はい、来年2018年1月13日土曜日の13時半から15時半、全部土曜日ですけれども昼間、はい、もしねご興味のある方いらっしゃいましたら、1名の方はね通常5000円のセミナー無料でご招待させていただきます、はい、また招待ね、今日1名の方にね行きたいですってコメントくれた方、もう先着でね1名の方に決めちゃいたいと思いますんでね、ぜひご興味のある方は参加したいです、はい、ね、本当に参加される方だけですよ、言ってくださいね。もしね漏れてまだ悩んでるという方はですね、今日明日の2日間ね、11月28日29日の2日間にセミナーに申し込んでいただいて、その時にメディカツ見ましたと一言入れていただくと、なんと1時間のコンサルをですね、オンラインのコンサルをつけてくださる、通常つきませんからね、これをつけてくださるというので、ぜひお得ですのでね、ぜひ申し込んでみてください、よろしくお願いします。先ほども書きましたけど通信講座もねありますんでね、ぜひね、こちらです。
DVD がついてますからね、はいはい、遠方にいる方は特にねこちらを受けていただくと、覚えることができるということで、はい、添削もついてますからね、はいはい、あ、ひろこさんね、津田谷ひろこさん、役者の FLTV を配信する私にとって勉強になると思います。こうやって番組あの MC ですよね、はい、あの自分 TV、FLT、これでやるね FLTV、うん、されてる方々はこれ必要かもね。そうなんです、あの結局これって画面なのでその中でどう動くかってすごい大事で、ね、下の方を動かしてても見えないからいかにこっから上に持ってくるか、そうだよね、そういうところとかね大事だと思います。役者の、確かに、村井さん、役者養成の授業の先生だったらビジュアルも必要だったんでしょうね。ちょうどいい人が現れたときに思ったことでしょう。いや僕もそう思いますよ絶対入ってもらいたいと思ったね。ね、ミキちゃんね、筒抜けなんだっけ、筒抜け、筒抜けね、ヨネヤさん、運の先生にしごかれた男がどれくらいいるのか逆にね、そこを狙ってくるね人もいるかもしれないね、ヨネヤさんみたいに。いや、再現性が肝心ね、さ、そうですね、そうだよね、うん、それができるかどうかなんだ、うん、役者のはね。近藤さん、年を取りにつれて頭が固くなってきてるので私は難しいかも。いや、その殻を破りましょうよ、近藤さん。ミキちゃん、セミナーを始めようと思ったきっかけは何なんですか？あ、きっかけですね。たまたま私、まあ、あの独立したっていうのかな、うん、はい、これを始めようと思ったのがその、まあ、先生をやっててそれを辞められて始めたのが3年ほど前、はい、いや、全然セミナー自体は1年前に始めたんですけど、うん、その前に学校の先生になりたいけどちょっと喋るのが苦手でどうしたらいいってお友達に聞かれたんですよ。美穂ちゃんみたいになんかできるようになりたいって言われて、うんうんうん、まあ、そこでアドバイスをいろいろしていたらこれ必要かもって、大人こそ必要なんじゃないって思って、うんうん、そこから何かできないかなっていうのが3年前ぐらいですね、うん、3,4 年前でも全然まだ分かってなかったので、うん、始めることもできてなかったですし、うんうん、実際動いたのは去年の10月です。あ、そうなんですか。セミナー初めてやったのは、はい、でご自身で自主開催をされて自分でその、まあ、作ってセミナーを、ね、そうですね、始められたということなんですよ、うん、すごいよな。でもまあどちらかというとあれなんでしょう、やっぱり、もう100人とかっていうよりも、うん、もうちょっと少ない人数で、はい、こう本当に一人一人コミュニケーションが取れるような、うん、そうです、ね、うん、そういうのが大事だもんね。大事です。やっぱりスピーチを学びたいって来る方は、うんうん、実践してやりたいっていう方が多いんですよね、うんうんうん、ただ受講するだけじゃなくて、うんうん、なので見られる人数で開催してます、うんうんうん、なるほどね、うん、ヨネヤさん、8割練習、そうです村井さん、実は僕アナウンサー志望でした。全然勉強してませんけど、全然勉強してないよなきっとでも村井さんもあれだよね、でもこれスピーチじゃなくても、はい、営業とかでもね、そうですよね、役者の必要だと思うけどね、うん、ある程度やっぱり、ね、うん、8割が練習、アウトになるのはほぼ練習不足、ね、そうですね、ゼミの発表ぶっつけ本番確定疑惑です。美希ちゃん頑張ってねあ、大学生、大学生、藤井ひとみちゃん、なるほど、感情を出すニーズですね。今日はすごくお勉強になります。延長ラッキー、嬉しい。嬉しいな、そう言っていただくと。ミキちゃんね、そもそもコンサルとは何ですか、ね、コンサルティングです。はい。大丈夫。笠原さん、通信講座版は高価格ですね。通信講座版、まあ1万9700円ですけど、いや、僕はすごい安いなと思う。高価値。あ、高価値ですね。ごめんなさいね。高価値。ありがとうございます。高価値ね。笠原さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ただ一方的にやるだけじゃなくて、はい、動画を撮ってね、添削するっていうのがいいよね、はい、やっぱり、ね、見て直すっていう、うん、それが自己修正力、これすっごい大事だと思う。大事ですよね、うん、ビジネスもそうですもんね。特にね、やっぱり通信ってほら合わないから、はい、そういうのがねあると満足感はね、うん、絶対あると思うわ。辻仁美さん、私は関西なので通信教育が良いですね。
ぜひぜひ。ありがとうございます。添削ありますから、ね。はい、添削します。はい、浜里さん、役者の習得したいです。伝えたいことをうまく表現できるようになりたいです。ね、みきちゃん、私はラジオパーソナリティになりたい、ないしはラジオに関わる仕事をつきたいと思ってます。頑張れ。頑張って素敵。はい、で、セミナーぜひね、ご参加希望の方はですね、セミナー参加したい、参加してみたいです。何月何日って。コメントいただければお一人の方、はい、先着で無料 で、うん、先着です5000円ですけど無料でね招待しますんで、はい、さっき の、 私もコメントでリンクしましたけどもセミナーのページに行くと日程も 3つ書いてありますからね、はい、行ける日もしあったら、今セミナー参加しますってコメントしてください。1名の方も先着で決めちゃいますからね。はい、はい、ということです。あ、すごい通信講座やります。うわ嬉しい、ありがとうございます。浜里さん、ありがとうございます。せっかくですからね、通信講座をもう一回ねリンク貼っておきましょう。はい、すごいな、嬉しいです、ありがとうございます。でもね、これだとね忙しい方もね、そうなんですよね、うんうん、受けられるからやっぱりね通信とかねオンライン講座っていうのはね、うん、ニーズありますよ、やっぱり、ね、やっぱり好きな時に好きなだけやれるっていうのは、うん、いいですよ ね、 そ う、 ね、そう、それで今、あ、そう、大事なことを言うの忘れてましたけども、大事なこと、はい、実はなんとですね皆さん今日、うん、こちらにいる、うん、こちらにいる、海野さんは、はい、なんと今日、今日、今朝あ大怪我をしてしまいましてなんと病院に行ってですね今日仕事を休んだというそうなんです。びっくりしました。僕さっきね、はい、打ち合わせのためにデニーズだったらびっこしてくるんですよ、ね、あれおかしいな、なんかびっこされてたのかなと思って聞けなかったの。そしたら今朝、はい、どうされたんですか。今朝7時半ごろバスを避けようとしたら縁石にぶつかり転びまして大転倒です。膝を打って、はい、ジーパンでズボンは破れ血が流れダーンと、はい、さっくり切れていて、うん、で足左足は捻挫、まあ、両足やばいというか、で、まあ、ちょうど自宅側がねすぐのところだったんで、そうなんですよね、すぐ戻って医者行った、医者行きました、はい、そしたらもう今日はダメだと、今日はちょっとやめた方がいいと、足を高くしてまず腫れを引かせないと響くよと言われまして、もうね足包帯ぐるぐる巻きなんですよ実はでよくメディカスね、いやもう俺はもう意地でもう行くと思ってびっくりしまして、その中をね今日皆さん駆けつけてくれたんですよもう嬉しいじゃありませんか。まあ本当にねどうしても今日お話をしたいっていう気持ちでね来てくれて、さすがねなんていうか根性が座ってるというかねすごい、まあ、やらかしましたね今朝はね、びっくりです。でもねちょっと休まないとね。そうなんですよね、ちょっとしばらくね、はい、無理しないように、ねなんだとって書いてある、なんだとって皆さんやってますけどね、はい、本当にちょっと大怪我をねしてしまいましたけど、まあ大したことですけど、まあ、命には別じゃなかったんで、ね、ないです、全然ないです、よかったんですけども、まあ、ちょっと怪我をしてしまったんですけども、まあ、それでもメディカスにね今日こういう形で皆さんにね、うん、穴を開けられないと、皆さんにぜひお話を聞いていただきたいということで、はい、まあ、来ていただきまして、まあそれでもね、今日はね本当に来てくださったか本当にありがたい、本当に私こそありがとうございます、聞くことができまして、とにかく今はその、まあ、役者をねずっとやってこられた、美穂さんが役者能って、はい、これはあるんですか言葉、まあ、演劇をやっている特に役者さんとか演出家の人たちが何気なく使うような言葉ですね。少々とかは今申請中です、ね、おっと申請中ってことでやっぱりね取らないとね、うん、だから名刺にね上に役者のってあるじゃないですか、はい、入れてます。あれ結構インパクトあるよね。そうみたいですね、うん、何ですかってこう聞いてくださるのが嬉しいです、うんね、うん、でぜひですね、自分でもちょっと変わりたいなと、はい、でスピーチ力高めたい、ね、いろんな人の前でもっと堂々と話してみたいと、うん、いう方はねぜひ、はい、ぜひセミナーに来ていただくか、また通信、はい、講座、ね、はい、受けていただくかということでよろしくお願いしたいと思いますので、ね、お願いします、はい、あ、みきちゃんね、遠くにいても授業を受けられるのはいいが、私のような性格の人は通信だと溜めてしまう癖がある、まあ、そういう人もねいますけどもね、でもねほとんどね、
まあなんて、まあ、セミナー受けても、はい、実際に始める人は本当にわずかっていうしね。そうなんですよね。でもそこでね、本当にちゃんと言われたことをやって、うん、繰り返し継続する人はね、絶対うまくいきますよ。伸びますね。全然違います。それだけなんですよ、本当。うん、川原由美子さんね、チャンティックマリス、彼女も、FLTV チャンマニ TV というのはね、うん、前回から始めまして、まだ第1回ですけどもね、期待しておりますんでね。すごい怪我ですね、宇野さん。すべてがダイナミックです。早く治りますように。ありがとうございます。ね、あ、山根さんも、宇野さん大感謝です。来てくださって。嬉しい、ねね。それでも来る美穂さんがすごい。笠原さんね。絶対来ますよ。みきちゃん、昨日見てたとある生配信アプリのテーマが痛いだったんですが、本当に痛い話ですね。お大事に。ありがとうございます。僕もうちにこもることあって、特に大勢の前で上がって喋れなくなってしまいますが、これからメディカスやっていこうと。おあ、ね、ぜひこう自分 TV、ね、やってみてください、うん。村井さん、どうやって来たんです？言ってくれたら今日のメディカスは FLTV 化してスカイプ対談でよかったのに。原さんが見てるから、はい、ありがとうございます。どうやって来たかというと、まあ、電車で、ね、来たけど、でも時間かかったんじゃないの？時間かかりました。歩くのが。もうゆっくり、亀のごとく、ね。まあでもしょうがないですよ、しばらくはね。はい、津田谷ひろこちゃんね、痛みを押してこられたんですね、ありがとうございます。お大事にされてください。ありがとうございます。西富さん、私も絶対通信教育受けます。うわ、受けます。嬉しい嬉しい。受けたいです。伝達力がなくの悩みの伝達力がなく悩みの種だったので、うんうんうん、水越先生今日はありがとうございます。嬉しい。運の皆さん、お大事になさってくださいね。ありがとうございます。本当にね、こう、まあ、実際に役者をやられてきたっていうことももちろんありますけれども、うん、その子どもたちに教えたっていうね、その実績もあるし、うん、もう実際にもうその講座をねやられてて変わってる人が出てきてるという、もうそういう実績がね、もう本当全てを物語ってますんでね、自信を持って皆さんにお勧めしますんでね。いいちゃん、ありがとう。ただいま帰宅しました。大丈夫です、延長入ってます。生田さん、さすが宇野さん、心は強いね。相葉さん、やはりセミナー受けて話し受けて話してみたいので参加してみたいです、ね。あ、ぜひぜひ。はい。浜里さん、怪我早く治りますように。ありがとうございます。痛いと思いますが、はつらつとした笑顔で怪我したのを感じさせない。すごいです。こっから上元気なのでね。山根さん、強豪プレーで他者を蹴散らし勝ちに行くには表現力、ねじ伏せる説得力。鍵は役者のですね。うわ、うまいですね。ね、すごいな、はい。セミナー希望者現れるっていうことでね、セミナーで参加したい方ぜひね、セミナーさんいちいち参加しますってねコメントくだされば、うん、1名の方無料で参加しますんでね。場所どこでしたっけ、ここ。池袋なんで、はい、池袋に来られる方でね、はい、ぜひセミナー参加したい方はねコメントいただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。また繰り返しになりますけども、今日ね、2017年の11月28、29日の2日間、うん、セミナーにお申し込みいただいた方で、メディカツ見たと一言加えていただければ、はい、1時間のね、宇野さん直々のオンラインコンサルをつけますので、はい、無料でね、はい、普通ないメニューですからね、ぜひセミナー参加してみてください。よろしくお願いします、はい。そして今日もね、すごいたくさんの方が、通信講座受けてみたいと言われましたけども、うん、ここにリンクいくつも貼ってますんで、また宇野さんの、ね、ホームページ行けば全てが分かる、はい、公式ホームページもね、貼っときますんでね、人前に立つ人を魅力的に輝かせ心を動かし話し上手にするスピーチ、コンサルということで、はい、そこのここのページ行けば全てが今出ておりますんでね、うん、ぜひ今日チェックしてみてください。よろしくお願いします、はい、お願いします。水族館の上じゃないよね。あ、上じゃないですね。ネタです。はい、すいません。ありがとうね、はい。さあ、ということで、皆さん、シェア終わりましたか？終わりましたか？まだ、これからシェア対象決めますけど、まだ今大丈夫ですよ。シェアしてください、今のうちにね。チャンス、チャンス。チャンスですよ。はい、2名の方にですね、ブック、はい、カバー、ね、はい、プレゼントしたいと思いますので。さあ、それではですね、シェア終わりましたか？終わりましたか？はい、シェア終わったということで、ちょっとね、何人の方がシェアしたかね、はい、チェックしたいと思います。あ、人前いた、あ、お、後輩頑張ってる森さん、あ、森さん、あ、嬉しい嬉しい。刑事塾、はい、刑事塾の、はい、森さん、森さんも刑事ですからね、通信教育、あ、
同じところで出していて。あ、そうなんですか。はい、刑事塾もやります、ね、学文社さんで、あの森さんもねメディカスにねご出演いただいたことありますけどもね、はい、お後輩頑張ってるっていうね、仲良しさん、なあ仲良しさん富山ね、朝活富山ね、夢かな TV でもおなじみのね、自分 TV をされてる永井さん、うんのちゃん、水越さん、こんばんは。こんばんは。客席なおです。うんのちゃんには今年3月に朝霞富山に来ていただきました。うんのちゃんのゴールドカレー富山豊田店でカレーを食べましたよ。はい、食べた、食べました。 肉3つも入れていいな。僕もね夢かな TV をゴールドカレーで配信して、はい、カレー食べながら、あ、食べながら、食べながら、素敵、やりましたから。行きたいな、またな、美味しいですよね。あ、生田さん、宇野さん今シェアしました、ありがとうございます。ヨレアさんリンク貼ってくれてありがとう。村井さん、宇野さんを拝見してると笑顔が爽やかで運が良くなる。あ、そうですよ、運のいい、運のだからねって母に言われてたんです。はい、言葉の力大きいからね。運がいい、私もそう思ってます、運がいいって、うん、それ大事。思わず手を合わせてお祈りしたくなりますね。それはいいから、神社みたい、はい、いいちゃん本日、え、何これ、あ、ちゃんまにね、ちゃんまに寄ってきました。さすが、カフェに、横浜ね、中華街の入り口のそばにある、うん、和カフェ、チャンティックマニスね、はい、もう本当にね、スイーツも美味しい、ご飯も美味しい、うん、僕はね、オリジナルの、オムライス食べましたけどね、本当美味しかったですね。あ、そうなんです、ありがとうございます、森さん、ね、嘘の見抜き方本もね、あの時出版記念パーティ ー、はい、僕も行って、うん、その時いたんだよ、ね、いたん、同じ会場、そうなんですよ、気がつかなかった、ご縁がやっぱあったんですよ ね、ちょうど1年前ぐらいかな、はい、そうですね、うん、はいね、ちょっと待って、ね、じゃあ今ね、何名かね、ちょっと今シェアしてくれたかな、みんなね、はい、大丈夫かな、じゃあこれからね、今何名になったかちょっと見ます、はい、直筆は届くんですよ。クリスマスカード、ね、クリスマスカード、お祈りって書いてある笠原さん。お祈り、じゃあ私も祈っておきましょう、ね。あゆめかな TV のねリンクありがとうございます。リンク大使、あ、シェア大使をいつかな、え、いつかは何かをね、はい、皆さんにもあげたいとこですけどもね、すごい28件わありがとうございます、ね、はい、28件の方が来てくれました。じゃあね、ちょっとこれからね、はい、セッティングしますんでね、ちょっと待ってね、はい、ルーレットですか、ルーレットメディカスチェックしてるからね、チェックしたそうなんですよね、さすがだね、見て見て、あ、これちょっと編集しないとな、ね、ルーレットのアプリがね、はい、あるんですって、それでポチッとするとバーッと回ってね、決まるんですよね、す、すごいんですよ。もうメディカツいろんな工夫がたくさんで、いやいやいや、ね、本当に過去のアーカイブもね、かなり本数があるの で、はい、見ていくと面白いです。だって300本以上ありますからね、ありますよね、すびっくりしちゃう、うん、今までね、今までの中で、はい、ゲスト人が来なかった時が一回あるんだよね、はい、あ、そうなんだ、あ、待って、あのね、分かったか、嘘、森本さん、結構、あ、それはね、あれはわざとやってたんですよ、え、あれね、丸山さんの時に、丸山さんなんか電車が、それ隣にさ、顔なし、顔なしいたでしょ、うん、あれ丸山さん、あ、だだだだだあれ中に丸山さん入ってたの、丸山さんにやられましたね、でしょ、それでこうやって出てたらそこに入ってきたでしょ、うんうん、あれはここで脱いで外出てなんとやられた、分かってる人は分かってないけど、いや、丸山なんだっけ下の名前、久美子さん、あ、丸山久美子さんのメディカスぜひ見てください、うん、最初に顔なしが僕の隣に出てますけど、そう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 、実はあの中に入ってるのが丸山さんもうやられましたね、結構分かんないでしょ、分からなかったですよ、みんなそう言ってる、あ、もうやっぱじゃみんな騙されてる、みんな騙されてるいやすごいすごい、だからどうなるんだろうって思ってたら入ってこられたから、さすがだね彼女ね、うん、こう楽しませるっていうことがすごく素敵で、そうそうそう、ダフの時もそうですよね、そうです、うん、そういうサービス精神がね、はい、旺盛なんですよ、彼女も今度ね、はい、あの出版ということで ね、 そうなんですよね、出されるということでね、緊張は隠したらいいってキャッチフレーズで ね、 よく覚えてますね、すごく素敵な方で声もね、そう、いい声されていて、何よりも
まるっと空気をつかむっていうのがキャッチフレーズで、それが丸山さんっていう名前とねリンクしていて、で本当に掴んできますよね、まるっと。まる、もう詳しいね。気持ち悪いぐらいですよね、なんかね。あ、ちょっと待って。シェア28件だと当たらないかも。まあそれはね、でも2名ですから今回ね、生田さん、村井さん、きっと女優さんだからサインとともにキスマークがついてるカードもらえるだろうな。もうダメですね村井さん ね、 もうアウトですね。ヨネヤさん、メディカスは私の回が一番内容薄いで、そんなことない、2番目です、はい、そんなことない。ヨネヤさん、丸山ちゃんの時はあれは、あーでね、はい、そうそうそう、浜ちゃん、浜ちゃんありがとう、水越さん、宇野さん、こんばんは。こんばんは。今晩京都に戻りました、ね、京都、お疲れ様。おー、ありがとうございます。丸山さんのメディカスリンクしなくてもいいな。すごい。あ、そう、武蔵小金井と武蔵小杉を間違えて、あ、そうそうそうですよね、そうそう、行っちゃった、行っちゃった、でそこから来て50分かけてね来たっていう人もいましたよね。あ、ね、はい、皆さんありがとうございます。じゃあね、ちょっと28件でいきますよ、はい、抽選ね、デルデルデルって、そうそう、まずこちら、はい、ですね、はい、ウェブカメラ、はい、はい、じゃあこちらでね抽選いきたいと思いますね、はい、ちょっと待ってね、じゃあシェア対象抽選いきますよ、いきますよ、何番目の方か、待ってます待ってます、お、音きた音きた、何番だ、16番目の方、16番ね、16番に決定しました、16番目の方です、ちょっと待ってくださいね、16番、16番ね、これ探すのがね大変ですよ ね、 ね、数えていかないといけない、ね、ちょっと待って、16番、ね、16番ちょっと待ってね、はい、ちょっと皆さんちょっと待ってね、結構多いんだよ今日シェアね、嬉しいです本当に、ありがとうございます、はい、今、皆さんね16番目の方ちょっと探す間にですね、はい、うんのさんからね、はい、素敵なお知らせがございます、はい、はい、むちゃぶりですよね。はいとか言って言っちゃいましたけれども、何でも言っていただいて、もう何でもですね、何でもなんか最近はなんか予定ないんですか、なんか予定ですか、あ、じゃあね、わかりました、これからのですね、はい、あ、ちょっと待って、はい、じゃあね、ちょっと待ってくださいね、その前にこちらをどうぞ、どうぞ、はい、はい、それではですね、はい、ちょっと僕がセットしてる間に、はい、海野さんの、はい、これからのですね、はい、夢を、夢、はい、お聞かせ願いたらと思います、はいはい、じゃあ仕事とプライベートと両方あるので、はい、2つ話しますね、はい、まずお仕事の方は日本の子どもたち、小中高どこでもいいんですけれども、子どもたちがもう学校に行けば人前で話す科目がある、そんな世の中にしていきたいという夢がありますので、そこに向かって同じことができる講師を増やしていくという活動もしていきたいと思っています。でプライベートの方はやっぱり結婚して子供がね欲しいなという、そんな思いもありますので、こちら両方ともね叶えていきたいと思っています。やっぱりせっかく女性として生まれてきたので、子育てというものも経験してみたいですし、また子育てから得られるものも大きいのかなとも思ってます。素晴らしい、はい、ありがとうございます、はい、ね、カメラはいないから、ね、あ、そうなんですよね。ありがとうございます、はい、はい、引いたところに私がいない、ね、いないというね、はい、すべて一人でやってますんでね、はい、すごい、はい、決まりました、お一人目、
竹内さん、竹内さん、あ、竹内さん、はい、あ、じゃあ持っていこうかしらスタジオに。もうそんな近く知り合い、ね、もう本当に長く知り合い、はい、じゃあもう一人の方ね、抽選したいと思います、はい、もう一人目の方ね、もう一回これでいきますよ、いきます、2人目、ティン、23番、ね、はい、23ってことは1、2、3、4、5、6番目、6番目、後ろが6番目ね、はい、はい、ちょっと待ってね大変ですね、これね、数えていくのが、はい、ちょっと待ってねということでね、はい、うんのさんからですね、はい、素敵なお知らせがございます。また来ました、この無茶売りでございますが、いや、これ一体どうしたらって、ね、あ、これはね、すぐ、見つかるから大丈夫だちょっと待って、1、2、3、4、5、6番目ね、ちょっと待ってね、はい、1、ちょっと待ってよ、1、2、3、4、5、お、あ、ちょっと一緒です本間めぐみさん、本間めぐみさん、おめでとうございます。本間めぐみさん見てるかな、見てるかな、ね、おめでとうございます、おめでとうございます、シェア大賞でございます、プレゼントしたんでね、はい、ぜひ、私の方ですね、ご連絡メッセージいただけたらというふうに思いますので、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、おめでとうございます、はい、お二人の方に、竹内さんでしたっけ、はい、竹内さんと、ね、本間さんには、こちらの、はい、はい、ブックカバーと、ブックカバーと、そしてクリスマスカード、はい、ちゃんとメッセージ書きますので、はい、させていただきます、おめでとうございます、おめでとうございます、はい、ということで、ちょっと待って、コメント読みますよ、はい、小黒さん、こんばんは、ありがとうございます、先ほどありがとうございました、浜ちゃん、あちゃー、シェア間に合わず、残念、ユネさん、メディカスシェア大賞抽選1人目の方ね、相葉さん、ルーレット面白いですね、ありがとうございます、面白い、村井さん、やった、きっと俺だ、神様、仏様、ヨネヤ様、なんでヨネヤ様浜ちゃん、うんのさん、めちゃ明るい、笑顔最高、いやー、嬉しい、ありがとうございます、ユネヤさん、村井さん、なんで私なんですかってね、ゆきとさん、うんのさん、水越さんに生歌歌ってほしいですね、おね、最後にじゃあちょっとね、はい、キャッチを歌わせていただきますね、大杉さん、ユネさん、練習積んで舞台に上がりましょう、素晴らしい、さあ、お誘いですよ、あ、浜ちゃん、竹内さん、おめでとうございます、そうだね、竹さん、おめでとうございます、広子さん、確かに子育てから得られることは莫大にあります、うんのさんなら素敵なお母さんになれると思いますよ、なりたいですね、はい、タカさん、カナダから、幸せな結婚できると良いですね、す、はい、運のいい子を産み育てられるといいですね、そうですよ、です、ね、運のいい子、あ、そうだ、ね、運のいい子ですよ、ね、でもね、そういうことを言うっていうのはすごく大事、やっぱ大事ですか、大事ですね、言葉の力、うん、もう僕なんか息子に何か作って見せてくると、お前は天才だな、あ、お前には無限の力あるなってしょっちゅう言ってました、嬉しいですよね、うん、私の母は0点取っても褒めてくれました、うん、やっぱりあんた面白いねとか言って僕もね0点取ってきて、はい、お前のその持ってくる勇気が素晴らしい、同じだ、嬉しいですね、ヨネさん、俺も来年は婚活に入ろう、いや今年からお願いします、ね、今年から、はい、河原由美子さん、本間めぐみ、あ、そうだ、そうそうそう、妹ちゃんだ、そうなんですか、ね、おめでとうございます、チャンティックマニスのラカフェの姉妹でやってるんですよ、姉妹で、こちらお姉さんで、河原さん、美人姉妹でね、なら、せっかくなら私届けに行こうかしら、あら、横浜ですよね、横浜中華街の、はいはい、はい、あ、行ってもらいます、ちょっと日程合わせて直接伺ってもいいでしょうか、いや絶対嬉しい、ねえ、うん、せっかくなので、あのおすすめのスイーツとかもありますから、ちょっと足が治ったらでよろしいでしょうか、う、ね、すいません、ちょっと遅れちゃいますけど、ね、ぜひ遊びに行くということなんで、はい、その時にお届けします、ユナさん、お二方おめでとうございます、ね、おめでとうございます、おめでとうございます、そう、チャンティックマリスの美人姉妹の妹さんの方です、はい、チャンティックキッチンにいるおなごです、そう、キッチンの中にいるのは妹さんね、外であの動いてくださってるのがお姉さんの方ですね、素敵ですね、二人で、
浜里さん、お嫁さんに欲しい我が家の息子たちと出会ってくださいこういうのもあるか、なるほどね、なるほど、こういうのもあるんだ、星頃でよかったみたいな、ええね、いやいや本当いいですよね、お嫁さん欲しいでしょ本当にね、明るくはしますよ、ね大杉潤さん、米田さん、婚活の舞台ですね、はい、うん、川原さん、先週私が見てくださった人、そうだ先週の見てくださった人、このお姉さんの方だったんですよ、すごい姉妹でしょ、ね、運がいい、今週妹が見てくださった人、うん、運使いまくってる姉妹です、大丈夫です、大丈夫です、運も借金できます、大丈夫ですよ、はい、ね、小倉さん、慣れる慣れる、笑顔がとっても素敵、いや嬉しいね、みんな温かいコメント、嬉しい、ね、ひろこさんもさすが運のさんね、みきちゃん、俺の舞台は埼玉じゃないよ、日本だ、ね、おー、いいですね、すごいね、海野さん、川原さん、贈呈式はぜひ Facebook に投稿しましょうね、あ、いいですね、しましょう、行って、あ、そういうこと、ね、はいってことですよね、そう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 、そう、ねね、それで、あ、行きます、行きます、すごく嬉しいです、足直り次第遊びに来てください、あ、もう行きます行きます、ね、スイーツ食べにいいですね大好きだから、米野さんね、あ、ちゃんと行く前にリンク貼ってくれた、ありがとうございます、あ、嬉しい、ありがとうございます、みきちゃん、私は思う、海野さんがお母さんだったらいいなって、いやでも嬉しいよね、嬉しいです、そんなこと言ってくださるなんて、ぜひ皆さんね、素敵な男性がいたらね、海野さん、ぜひ、読みに来てくださいよくわかりませんけどね、行ってみたらいいかもしれませんね、はい、さあ、ね、村井さんね、ただ20歳若かったら志願できたのかなってね、山根さん、村井さんもアピールアピールって、すごいなんか婚活の舞台まさに大杉さんが言ったような感じになっちゃって、ね、はい、ということでね、今回はですね、役者のトレーナーということで、はい、文田美穂さんに、お越しいただきました、そして夢もね、叶うように頑張って、はいはい、頑張っていきます、思います、でまた皆さんですね、さっきもう一回お知らせになりますけども、通信講座、はいね、こちら役者のなんだっけ、役者のトレーニングという通信講座ですね、これアーカイブになった時ね、私がこの投稿欄にですね、詳細のリンクも貼っておきますんで、アーカイブもう一回見てくださいね皆さんね、はい、こちら、19,500円でご提供しております、はい、あと添削もありますからね、添削あります、はい、はい、そしてセミナーがね、はい、今月の来月ですかね、来月ね、2017年の12月の16日の土曜日の13時半から15時半、2017年の12月23日の土曜日、2018年来年1月13日の土曜日、全部13時半から15時半、はい、ね、もしセミナー行きたいなという思った方は今日明日ね、2日間、28、29、はい、この2日間で申し込んでいただけたら、うん、メディカス見ましたと一言言っていただければ、はい、なんとこの海野さんから直接1時間のオンラインのコンサルを無料で受けることができますね、他にメニューありませんから、ぜひですね申し込んでいただけたらというふうに思いますんでね、はい、よろしくお願いします、お願いします、さあということで今日もてんこ盛りでしたけども、どうでしたメディカツ、楽しい楽しいでしょ、癖になっちゃうかもしれないですよね、みんなまたコメントがあったかいしね、本当に嬉しいです、でコメント最高ですね、もうねメディカツ見てるくださる方はね、うん、本当にねコメントが、あ、そう、それでね最後に私の曲をね、はい、じゃあ1曲、皆さんにプレゼントしたいと思いますんでね、生歌最近弾いてないからさ、あとキャッチアウェイという曲でですね、はい、このオープニングにも出ましたけどね、うん、メディカスバンドのキャッチアウェイ、私が作詞作曲を32歳の時にしたんですよ、すごい作詞作曲、あ、そうなんですよ、32歳の時にもうね、そのリアクションがたまらないねさすが役者やの役者やの、ね、32歳の時に夢が全然叶わないで落ち込んでいた時に、はい、その夢が叶うためにって言って自分に応援歌、おこれを作ったんですよ、32歳の時に、そしたらそれから、まあ、まあ時々歌ったりはしてたんだけども、はい、50歳過ぎてこのメディカツをやって、うん、ゲストの方4人と一緒に作ったメディカツバンドで CD を作ろうと、はい、うん、その時に1曲目にこのキャッチアウェイをね、キャッチアウェイ、田村さんにねアレンジしていただいて、うん、50過ぎてからこの曲を自分でまた歌うようになったということで、しかもこの曲を今聴くと、はい、世界を飛び出そう翼広げて、うん、ね、夢を叶えよう、はい、当時ね世界へ飛び出そうなんて気持ち全くなかったんですよ、そうなんですか、不思議だったの、こんな詩を書いたもの、うん、そしたら今これを聴いてと思うのは自分の息子に向かって書いてたんだってことがね、やだ
気がついて、でもすごい今年イギリスね、そうですよね、でイギリスへ初めて一人でハードマンね、夢が叶うハードマンに向かってイギリスへ飛び立つ飛行機の中でこの曲を聴いてくれた、いやジオラマのね、そうなんですよ、ということでね、いや、夢どんどん夢が叶うメディカスですから皆さんね、うん、ぜひね、この曲を聴いていただけたらと思います、はい、キャッチアウェイ聴いてください。ちょっと待ってねちょっと耳鳴り音がねずれてた、ちょっと一旦カットでね行きなさい、このゆるさがね、ま、いいですよね、いいとこなんだよね、うん、ちょっと待ってね、決めたいとこだったんだけどねちょっとねでも生放送ならではですよね、そうそうそう、楽器とかやるんですか、全然弾けません、やらないんだ、楽譜も読めないです、ピアノ習ってたのに、あ、習ってたの、習ってました、なんか音聞いて覚えてたというか、リズム譜が読めないんですよね私、あ、そうなんだ、音階を数えていけばなんとかなるんですけど、はいはい、リズム譜がダメで全然弾けなくて、でも運動は得意なんだね、運動好きですね、まあ、今やってないですよ、うん、はい、この世で一番苦手なものはダイエットですからこんなこと言えないですけど、いやいやいや、言っちゃダメなんだ、ね、じゃあキャッチアウェイ、キャッチアウェイ聞いてください、どうぞ、何でもないことでシューンってなったりとか、はい、聞きますもん、本当ですか、てかこれで朝起きたいですよね、いやいい朝になりそう、ね、ありがとうございます、はい、まあね、これどんどん夢かなメディカスっていうこと番組なんですけども、まあ、やっぱりこう私の夢、ゲストさんの夢、視聴者さんの夢、みんなの夢を応援していこうという番組なんでね、ぜひ皆さんね、夢を叶えるには叶うという字は口偏に10、口で10回以上言いましょうということで、私もこの番組でね、いろんなことを言って叶ってきたんですよね、出すって大事なんですね、口にして、そういうことなんですね、はい、うん、皆さんからねコメントありがとうございます、ね、なんかいろいろすごいですね、え、なになに、あ、川原さんがね、贈呈式やりたいです、私も宇野さんがお母さんなら嬉しいです私の方が年上ですからあ、そうだよね、ミキちゃんね、でも逆算するとうのさんが10歳の時に出産していることになる、私の年の子供だと10歳辻ひとみさん、うのさん、お友達申請させていただいても良いですか、もちろんです、はい、お願いします、ぜひね、はい、であのメッセージの時にね、メディカス見ましたって、うん、あの入れてくれると分かりやすいですね、ぜひよろしくお願いします、ね、米谷さん、リンクありがとう、ありがとうございます、
津田谷さんね、待ってました、キャッチアウェイありがとう、ミキさん、メディカズバンド過去にラジオで紹介されたこともあるらしいと。そうなんですよ、あの初めてねメディカズバンドの曲がラジオで流れた時にね、実は電車の中で僕聞いてたんですよ、収録したものをね。そうなんですか、うん、でもラジオで流れるってイメージつかなかったんだけど、はい、ラジオで BGM でメディカズバンドの曲が流れた時ね、はい、な泣いちゃったんですよ、感動で。いやーすごい、うん、だからラジオってすごいなって僕その時思いました、ミキちゃん。ひろこさんね、未来予想ですね、本当ですね、そういうことになりますね。ヨネさん、あれと思ったらやっぱりやれない、ね、それがね、よくあること。はい、小倉さん、あそうね、ヨネさんありがとうございます、カフェ行ってみます。お小倉さんぜひね、ちゃんまに行ってみてください。あね、ミキちゃんもコード覚えようとしてるね。あ、ひとみさんすごい、ありがとう。村井さん、きっと来るぞ、雨の講習会と今日はやりませんね。はい、あ皆さんありがとう、ありがとうございます。パチパチパチとね、たくさんありがとうございます。光さす未来へ乾杯、ひとみさんありがとうね。ヨネさん、では1曲目は好評だったので雨の講習会ではやりません。はい、ありがとう。キャッチアウェイね、神様ありがとう。村井さん、この歌だけじゃシェア対象を逃したら落ち込みは復活できました。あ、時元さん、時元さん、トッキーさん、はい、トッキーさん、はい、ありがとうございます。見てるなーっていうね、ありがとう、間に合った、もうずいぶん過ぎちゃってる、ね、よく見てくれたね、ありがとう。ありがとうございます。辻下美さん、ありがとうございますということでね、ミキさん、電車の中で水越先生の歌声最高、毎回オープニングでは生歌お願いします、ありがとう。川原さん、生歌やっぱいいですね、メディカスに世界も飛び出しません、うん、そう、皆さんからのコメントはめっちゃ嬉しいですね。嬉しいですね、ありがたいですね。いやでもね、本当にね、今日のあの海野さんのやっぱりこう声なんていうんだろうね、魂がこもってるというか、すごいね。私今多分すごく暑いんですよ。あ、そうですか。体温も上がってると思うんですよ ね、 ね、体を使って喋るというか。あ、なるほど、ね、はい、さすがね、役者のだな本当にね。ぜひね、皆さん、あの海野さんとね、ぜひ一度会ってセミナーとかでもね、会ってみてください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは最後にですね、はい、メディカスポーツ、ね、きたー、これも練習してきたんですよ。でも一応練習していきましょうかね。はい、はい、じゃあね、練習ね、はい、最初指出してね、はい、はい、火曜の夜を楽しむには M を作ります、下から出します、メディカーツ、こっちか、これ、ね、そうそうそう、こっちでこうね、あのこれ見ながら練習するとこっちになっちゃう、ね、こっちになっちゃう、ああと思いました、こっちなんですね。はい、はい、今日はですね、運が良い運野さん、はい、ね、運野美穂さんと一緒に、役者の野さんと一緒にですね、メディカスポーズ、したいと思いますんでね、はい、ぜひ皆さん一緒にやってくださいね。お願いします。火曜の夜を楽しむにはメディカーツ、ーツ、ありがとう、やったありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。さあということで今日もね、楽しくお届けしました。もうね、すごい、うん、もう2時間近くね、2時間近く喋ってますね、やりましたけどもね、はい、たくさんのコメント本当にありがとうございます、ありがとうございます。皆さんからのコメントがあるから盛り上がるメディカツ、ね、本当に視聴者の皆さん本当にありがとうございます、ありがとうございます。あ、いくさんのね、うのさん本当元気ですね、うの、ね、さん体熱くなって足無理しないでくださいね、優しいでした、ありがとうございます。怪我しちゃったね、今朝ね、今朝来てくれたんですよ、ありがとう。上山さん、メディカーツ、ありがとう。ハマちゃん、メディカーツ、ありがとう。神戸さん、メディカスポーツ来た、ありがとう。ミキさん、ナウということでね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、たくさんのコメントありがとうございました、ありがとうございました。メディカツはですね、また来週も行いますんでね、ぜひ見ていただけたらというふうに思います。エンディングはメディカスバンドのですね、Say Your Dream, Make Your Dream、 夢を語ろう、夢を叶えようという Say Your Dream, Make Your Dream を聞いてお別れしたいと思いますが、この曲の終わりに最後にまた2人出てきますんでね、そのまま聞いていてください、はい、よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました、ありがとうございました。それでは皆さん、素敵な1週間をお過ごしください。さよなら、さよなら、ありがとうございました。やっしゃー、何をしてあげられるの、一人声は小さく届かない空を見上げて、流れる雲を見てた、今まで歩いてきた道、何一つ無駄はないと心に詰まった想いを言葉にして
で、ミュージカツですね、はい、皆さん最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました、またぜひですね、うのさんとぜひ会っていただいてね、セミナーに参加していただきたいと思います。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。さようなら。良い1週間を。アメリカーズ。アメリカーズ。